はい、さーい。皆さん、こんにゃなちは、お猫ママです。明日、猫とお兄ちゃんの誕生日なんですけど、その前夜祭として企画してます。第1弾です。第2弾もあるっていうことかな。で、猫とお兄ちゃんの過去史上最上級のいたずら動画をお送りいたします。実はお兄ちゃん、めっちゃくちゃやんちゃでした。もう見けねえどころじゃないぐらいの、かなりのいたずらっ子でした。今じゃちょっと想像できないんですけど、で、今までで一番すごかったやつですねあんなにやんちゃでも落ち着くものなんですね。実は猫とお兄ちゃんはやばいやつだったのです。まだ1歳になる前の猫とお兄ちゃんの映像です。どうぞお楽しみください。この後すぐ猫谷組み立て式のクローゼットを朝起きたら粉々にされてました。わー、これ今から直します。これね、直さないと猫たが下敷きになっちゃうからね。猫た、粉々にした？猫た、何もやってないし、濡れ気味だし、猫たがやったところ見たわけ、現場見たわけ。はい、元の形に戻りました。組み立て式のクローゼットですね。なんか毎日猫たが少しずつ虫歯でいってたみたいなんですよ。で、崩れてしまったわけなんですけど、毎日少しずつズレが生じてたかもしれないですね。で、指が入っちゃったで、そこでなんかこの自撮り棒が見つかったんですよ。ずっとなくなってて、この自撮り棒ですね、どこ行ったんだろうって探してたら、なんか崩れたクローゼットの中から出てきました。こっちの下の方に入ってたのかな、わかんないけどね。猫だね、これ見つかってよかった。でも崩れたのは大変だったけど自撮り棒見つかってよかった。いや、特に猫がやってないし、現場見たわけ。猫がやってるところ見たっていうわけ。濡れ気味だし、何もやってんし、なんか崩したの。だから現場見たわけ。ねえ、今度2人何もやってないし。